本庄選手と小中ベールワン選手に来ていただきました。やったぜ。イエイイエイイエイ。はい、コメントでね、2人ともメイクなしですかって書かれてますけど。いろいろ準備事項がありまして、はい。してますけどね。してるのかい。してますけどね。なんか白くないって書かれてますけどね。そうっすか。してますけど ね。普段よりかはちょっと白くないかな。ああ、そうですね。うん、そう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 。日焼けしました。日焼けしたのね。そうそう。というわけで、まあ、なんと全国放送、しかも人気番組の、アメトーク、プロレス大好き芸人で紹介されましたが、どうですか、音量選手、反響とかありました？番組で紹介されて。いや、特には。ああ、なんか、Twitter のフォロワーがちょっと増えたかも。Twitter のフォロワーが増えた。はい。なるほど。ちょこっとだけは。僕はやっぱ結構ね、高校時代の友人からとか連絡ありましたね。普段連絡来ないような人ですか。そうですね、20年ぶりとかの人が DM くれました。すげえ、やっぱ地上波すごいですね。そうですね、それ見て、はい、本当すごいなと思いました。それで、まあね、せっかく本当はね、こうやってテレビで話題になってトリプルシップ興行があれば一番良かったんですけど、このご時世でなんかないので、今日はトリプルシップで行われたお二人の試合をいっぱい見ていただきます。なのでね、この後オープニングトーク終わったら試合の VTR 行くんですけど、試合目がなんとですね、音量選手とエロワン選手のシングルマッチ。おお、はい、これ2018年12月23日、キングハートに行われた内巡業無差別級初代王者決定トーナメントで2人がシングルやってる、はいはい、それをなんとその試合は無料でお、はい、ご覧いただきたいと思います。シングルやったっけ。やってないもう今やったかなと思ったんですけど、やってますね。やってます。そう、トーナメントです。トーナメントの準決勝かな。うん、準決勝でやってます。なかなかね、お二人がそもそも絡むことがあんまりないんですけど。結構絡んでる印象ありますけど。でもここ近年はね、ないよ、実は。ああ、そうですね。うん。なので、逆に言えばシングルは相当貴重なんで。なので、それはね、無料で見せちゃいますんで、お互い広いから、どっちがどっちだかわかんないんじゃないの。どっちがどっちだかわからないかもしれないですけど、どっちかというと、髪の色で分かりますね。はい、黒っぽいのが音量選手で、白っぽいのがコナペです。おコメントではね、音量選手の背景はセーフなのかって書かれてますけど、何のことかわからないですね。別に誰だかよくわからない。大丈夫じゃないですかね。今外国にいるんですよ、外国に。外国にいるんですね。衛星中継ですね。衛星中継ですね。まあ、外国行っちゃうと、今ね、日本に帰ってくることできないですから、なかなか。うん、でですね、その他の試合、今日流す試合、紹介します、ここで。はい。無料で見れるのは、音量選手とペールワン選手のシングルマッチなんですけど、それ以降、なんと、伝説と言われた、小中ペールワン対トランダムヒロシの初シングルマッチ。おお、はい、これはなかなか評判が良かった。どうして初シングル、うん、はい、バサラ派の殺番としてはやっぱこの試合良かったんじゃないですか。何よ、バサラ派とかないよ、どれくらいシングルないっすよ。何何、やめてやめて、そういうの。これはね、本当今見ても十分面白い試合だと思う。ありがとうございます。はい、コナペのヨガ殺法がね、炸裂する試合です。そうですね、見ていただければと思うんです、はい、さらにですね、これもアメトークでちらっと映りました、音量選手と山田太郎選手のシングルマッチ。おお、はい、おお、いつやったやつ。これはですね、2018年の8月です。トーナメントですね。そうです、トーナメントです。これはね、太郎ちゃん史上でも屈指の名勝負です。おお、はい、太郎ちゃんもすごい手応えがあったと言ったんですけど、その後すぐ売店行ったら全然グッズが売れなくて、すごいめっちゃ出たし、あんだけ試合したのにグッズ売れないんで、もうダメですって言ってた試合です。それ毎回言ってる気がしますけどね。そう、毎回言ってる気がするんですよね。その試合を
編集してくれてるんですよね、ちゃんと。すごいとこカットして。ノーカットです、すべての試合が。おー、はい、そして、さらに、はい、この無秩序無差別級初代王者決定トーナメントの決勝戦だった、音量選手対宮本優子選手のシングルマッチ。いやー、これはすごい、これはいい試合でしたね。はい、これいい試合でした。こちらの方もご覧いただきます。やばい、ポロリもあるやつ。ポロリは、ポロありますね。ポロリありますね。大丈夫ですか、ニコノマさんっていうのは。大丈夫だと思います、はい。放送したやつの映像から切り取ってるんで大丈夫だと。ああ、よかった。はい、そしてさらに、2019年2月の新木場大会で行われた小中ペール1対宮本優子対食いしん坊カメ。ああ、懐かしい。はい、これなかなか貴重なカードですからね。やりましたね。はい、これはなかなか見れない組み合わせですから。そうですね、はい、これはぜひとも、はい、面白いと思いますので見ていただきたいと思います、はい。さらに、過去ね、先ほどあのペール1対トランザムヒロシのシングルマッチを言いましたけど、はい、過去3回行われてるんですよ、はい、このシングルマッチ。そうですね。はい、で、2回はトリプル6、1回はバサラの大会で行われてます。はい、なので今日は、トリプル6で行われた3回目の対戦、はい、2020年2月1日、王子ベースメントモンスター大会で行われた、この中ペール1対トランザムヒロシも流しちゃいます。素晴らしい。初対決と3度目の対決が両方見れちゃう。さあ、やっぱバサラ派の発散としたこの試合はどうしても。やめろ、バサラ派じゃトリプルシックスも大好き。そうそう、面白そう。今コメントある。コメントある。面白いです。ね、会場で決まそうでしたもんね、なんかね。なんでか、ね、全然予想しそうしかったっすよね。予想しそうしくない。みんな大好き。よかった、よかった。すみません、誤解してました。誤解して、誤解。危ない。すみません。やめて、その誤解を招く。これ放送載ってるからね。みんなであの楽しくトークしてる。プライベートじゃないからね。あ、そうですね。放送載ってるからね。はい、お仕事ですよね。お仕事ですよ。お仕事です。すみません。はい、そして、なんと、この後、今現在トリプル6、まあ興行はちょっとできないんですけど、一応この、今年2020年の流れとして、本流の山本選手の放送が始まってるわけですよ。はいはい。そうだ。で、はい。この、要は、宮本選手は本流選手に壁になってほしい。で、自分が持ってる無秩序無差別級のタイトルのベルトをかけてやってくれ。言ったのを、本領選手はやらないとかって言ったり、放送があるんで、で、一応、現段階で、次のトリプルシックスは、6月6日の新木場大会、まあ、これ、やれるかどうかまだわからないですけど、一応、現段階では、次の大会は6月6日の新木場大会になってるんで、で、そこで、一応、宮本優子対本領選手の無秩序無差別級タイトルマッチをやるってことが一応決まってます。まあ、これ、興行がどうなるかはまだちょっと。いや、まだタイトルは、まだタイトルは決まってないです。決まってない。はい、シングルやるよって宮本言った。シングルでやるってことですね。はい、シングルマッチが決まってるわけですね。で、このお互いのシングルが決まってる経緯となった2試合、2020年2月28日、新木場大会で行われた音量選手と、当時レッスル1だった児玉雄介選手が組んで、宮本優子、安浦野組と対戦した試合。これと、これが今回 初放送となる2019年3月1日、大阪ナンバーベリブンと行われた、本郷谷口組対宮本優子、武田浩二組の試合、この2試合を一気に見てもらいます。これを2試合さえ見れば、宮本選手と本郷選手の構想が分かるようになる。なので、6月6日に行われるかどうかはまだ分かんないですけど、両者のシングルマッチを見る前に、音量宮本の2連戦を今日見ていただければより楽しめると思います。なんとこの豪華8試合が今日放送されます。はい、というわけなんで、どうですか音量選手、この一応ラインナップ。お、全然覚えてない試合ばっかですね。見て復習します。そうですね、見ていただいてぜひ。聞いてました、おじさん。聞いてました。何聞いてました。
何よ。バッチメイク。聞いてるよ。ああ、もう聞いてる聞いてる。聞いてる聞いてる。一方、日本選手はどうですか、このラインナップ。いやもう、これが無料で見れるなんてね。いや、無料は一試合だけです。あ、これが有料で。これの試合、今のこのご時世に見えるなんて、はい、まあ、幸せですね。そうですね、なので、今日はたっぷりアメトークではね、はい、ものの何秒しか続けてないですね、はい、たっぷりあの2時間近くお二人の試合を見ていただきますので、はい、というわけで、そろそろ時間になってきましたので、この後 VTR に行くんですけど、最後に、まあ、今回アメトークに紹介されてこういう感じになりますので、視聴者にメッセージをお二人からいただきたいと思います。まずは音量選手から視聴者の方にメッセージ。なんかペールワンが目立ってばよかったんだけど、俺が目立っちゃったみたいで、ごめんね、ペールワン。いや、視聴者にメッセージお願いします。あ、視聴者に、あ、ペールワンも頑張ってるんで応援してあげてください。続いて、本来アメトークではあのそこそこ主役になるはずだったペールワン選手メッセージ。あ、今回ちょっと地上波出させていただいて本当ラッキーでした。これを機になんかまたトリプル6をみんなに知ってもらえたらいいなと思ってます。お、ちゃんとしたこと言った。よろしくお願いします。